手すりもなくて壁も片側にない場合のトイレのやり方としてはこんな感じで、まず便座に手を置いて乗り移ります。でズボンの脱ぎはぎに関しては、まあ、ホテルなのでそのまま脱ぎっぱでトイレに行ってもいいと思います。はい、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今はですね、グランド日光の東京台場さんに本日宿泊しております。まあまあまあ、たまにはいいホテルにも泊まろうかなと思って、化粧がよれてる、思ってこちらを泊まりました。まあ、ちょっと既にもうなんかちょっと一緒に散らかっちゃったんだけど、まあこんな感じでね、グランド日光さんは一応バリアフリールームとするような部屋はあるんですけど、まあ私がその部屋を見た感じ微妙だなっていう、そのシャワールーム、ボックスのシャワールームと浴槽が別々になっていて、そのシャワーの、そのシャワーだけが浴びれるボックスの中にシャワーチェアを置いてシャワーを浴びたり、まあ、あとトイレの場合はもともとそこに手すりはないんだけど、手すりをその宿泊する時だけつけてもらったりっていうのがあるそうなんですけど、なんか私的にはちょっと私的には使い勝手が悪そうだなと思って、今回はそういうバリアフリールームではなくて、この今のお部屋に泊まってます。まあ綺麗ですよ。もうホテル自体がもうロビーからもデコーテデコーテ綺麗でした。ゆりかもめの台場駅がもうすぐ近くですし、今ね外すごいいいのよ、工場夜景。まあ写真こんな感じで撮ったんですけど、動画だとおりゃ奥の方にねこんな感じで工場夜景があって、でこの下ね、これは田舎者からしてみたら、てか私もそうだったんだけど、海の中に車が入ってってるっていう現象になるんですよ。なんで海の中に車が入ってってんのみたいな。あれが、あれですね。あれでしょ？千葉に行くための、あ、近い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 。あそこが、なんか千葉に行くための、海中トンネルっていうの、なんていうの、そういうのの入り口がこっから見えるっていうね、もう一日見てられる。すごいね、海から車が出たり入ったりするのが。ちょっとお部屋紹介だけしていこうかな、さらっとね。もうちょっと散らかったんだけどさ、まずはい、こんな感じでベッドがダブルベッドのサイズかな、ダブルベッドです。こんな感じでね、でソファー、ちっちゃいチェアか、チェアが一脚あって、でこっちのスペースは入ることはできません。なので基本的に私はこの足元から移動しますね。でテーブルあたり、お水が4本もある、すごい、4本、普通2本だけど4本あるのはやっぱすごいね。でコーヒーメーカーのやつですね。コーヒー私は飲まないのでわかりませんが、グラス類はこちらにありますね。やっぱこうマドラーとかさ、ワインオープナーっていうのがあるのが高級ホテルっぽいよね。下はもう冷蔵庫とケトルでした、はい、でこっちが玄関になりますね。玄関入り口になりますね、はい、こんな感じでクローゼットがありますが、まあバリアフリールームではないので届きません。まあ、別に届かなくても特に椅子にかけてるので問題ないです。でこちらがお風呂ですね。ユニットバスタイプになっています。もう作りがこういうさ、大理石っていうのっていうのがもういいとこのお風呂だよね、はい、ちょっと一旦使っちゃったからちょっと散らかってるけど、さっとね、まあ、こんな感じで鏡、こんな感じの高さ、洗面台、
ここがあるからこう蛇口に私の顔は届かないけど、まあ、こんな感じですね。距離感全然届きません。浴槽ですね。まあシャワーチェア頼めばあるんでしょうけど、頼まずに入れたのでこれで行きます。でトイレがこっち裏側にあるので扉を閉めてトイレをしますね、はい、で本来なら多分手すりつけてくださいって言ったらもしかしたらここに手すりがつけれるのかもしれないです。はい、手すりもなくて壁も片側にない場合のトイレのやり方としてはこんな感じで、まず便座に手を置いて乗り移ります。でズボンの脱ぎはぎに関しては、まあ、ホテルなのでそのまま脱ぎっぱでトイレに来てもいいと思いますし、脱ぐときはこの蓋と便座の付け根に手を置いて脱いだり、あとは車椅子にもたれかかって脱ぐっていうのを普段やっています。あとは難しい場合はロビーにもこんな風にトイレがあるのでぜひ泊まってみてください。